こんにちは、ザツです。今回は出張中の金沢で定評のあるホテル、東急ステイ金沢に宿泊しました。最後まで視聴していただけるとめっちゃ嬉しいです。それでは行きましょう。この東急ステイ金沢は2020年2月にオープン。まだまだ新しいホテルです。場所は金沢駅と片町の中間点にあります。金沢城の西側に位置します。金沢駅から考えると徒歩15分ほどでしょうか。外観はシンプルですが非常に洗練されたイメージがあります。エントランスに入っていきます。20時チェックインのプランでしたので少し待つことにしました。エントランスはとても広くて綺麗でした。最近の本屋さんみたいな雰囲気持ってますよね。日中はカフェとして営業しているそうです。日中も使ってみたいですね。東急ステイということなんで東急ホテルの系列かと思いきや東急不動産の子会社の経営だそうです。なのでホテルしなくてちょっと変わった雰囲気がありました。サービスの方も東急ホテルとはちょっと違いますのでちょっと面白いです。お部屋などの設備なども注目です。時間が来ましたのでチェックインします。このキーですがエレベーターの中にセンサーございますのでタッチしていただくと自動的に5階まで上がるシステムとなっております。はい、お出かけの際はお持ちいただいて結構でございます。はい、そこあとお時間でございますが午前11時でございますので、はい、またその方までカードをお返しくださいませ。こちらがご朝食券でございます。お時間6時半から9時半で会場左手こちらのカフェでございますのでチケット持ってお越しくださいませ。はい、またGoToキャンペーンの地域共通クーポンでございますが、使える期間チェックイン日からチェックアウト日までとなっておりますので、お間違いないようにだけお願いいたします。お部屋の洗濯パンセットございますので、よろしければ洗剤をお使いくださいませ。はい。アメニティですが、お部屋には歯ブラシセットのみご用意しておりますので、その他はこちらからご自由にお取りくださいませ。はい、ありがとうございます。お待たせいたしました。ありがとうございます。アメニティはチェックインの時もらいました。お茶などもこちらで用意されてました。カードキーでピッとすると自動的に連れてってくれます。これは荷物を持ってると非常に楽ですね。落ち着いた大人の雰囲気がありました。安っぽさが全くないですよね。素晴らしいです。到着しました。洗濯機がついてます。これは便利。すごいな、ビジネスホテルには珍しいですね。ケトルと
電子レンジ、洗濯機と、これをもらいました。ちょっと中を見ていこうと思います。スリッパが2足ずつあります。ズボンプレッサー、匂い消し、お部屋は広い。緑を基調としてるんですかね。なんか優しい感じですね。テレビが40インチぐらいでしょうか。で、冷蔵庫がついてます。ちゃんと冷えてますね、冷蔵庫は。メモ帳ペンで、Wi-Fi があります。部屋の帳簿はどうでしょうか。あ、なかなかいいんじゃないですか。ちょっとあれ、明るすぎて反射してますね。これはカーテンがなんかかっこいいです。おお、すごい。あるとアクセントクロスが貼ってありますね。オブジェみたいなちょっと可愛いですね。と、電気が反射式で、空気清浄機がついてます。じゃあ手掴んだ。電源が入ってないのか。自分で電源入れてください、入れたやつですね。使いたい。使ってみますか。はい。と、靴乾燥機があります。面白いですね。と、これは鏡かな。鏡ですね。と、お部屋の多分説明とか安全の手引き。頭にのとこには 100V と USB、 あとはライトのスイッチなど。ああ、なんか面白いですね。これやり方によってはちょっと変わった感じになります。で、エアコンがついてます。お風呂は大浴場がないんで、こちらですね。おお、めっちゃ綺麗。ユニットバス。広くて大きいです。で、タオルも2つずつ用意されてます。ドライヤーと歯ブラシ。洗浄機付きのトイレですね。最新式ですね。で、洗顔法と、ポーラのボディーソープと、シャンプーと、コンディショナーですね。これ、いい匂いがするやつじゃないですか。お部屋はこんな感じです。すごく広く感じます。きっと十分ですね。これは素晴らしいですね。入り口でアメニティがもらえます。ヒゲ剃りと、ヒゲ剃りのシェービングクリームですね。あと耳かき、紅茶もらってきました。あと煎茶と緑茶なんかもありました。以上です。洗濯しました。これはめっちゃ便利です。お部屋で洗濯ができます。洗剤はチェックインの時もらったものを使用します。アタックです。
ということで、おやすみなさい。おはようございます。今、6時20分ちょっと過ぎです。もうそろそろ朝ごはんが6時半から始まるんで、向かおうと思います。今日は朝ごはんちゃんと頼んでます。それでですね、まあ今日なんですけど、この大きな大きなベッドで寝ました。かなり気持ちよく寝れました。で、眺めが、結局ですね、もらった紅茶飲まなかったんで、ちょっともったいないんですけど、まあ持って帰ろうかな。結構家にいっぱいあります。で、ちょっといろいろ使ってて、全然関係ないんですけど、思ったことが。で、このトイレ、最新式なんですけど、意外とですね、蓋の上に物を置きたくても、こうやってちょっとずり落としてしまう。置けますけどね、ちょっと落っこちそうになってしまうんで、まあ全然使用用途は関係ないんですけど、ちょっと不便かな思いました。全然問題ないですよ。特段置く場所いっぱいあるんで、こんな感じで置いてましたんで、他のホテルはまっすぐなんで、まあ奥には置ける、最新式だからゆえって感じですね。あとはもう全然不満とかなくてゆっくり過ごしました。で、やっぱこれですね、なんといってもですね、このバカでかいベッドがですね、すごく心地よかったですね。大の字で寝れますからね、私が。これはすごい。まあ2人用なんでしょうけど、本当にビジネスホテルじゃないですね。これはビジネスホテルなんですけど、値段は、これは楽でした。ということでいきます。洗濯機がついてると、これがものすごく楽でした。いつもですね、洗濯機の順番待ちとかしてたんで、アパホテル1台しかなかったんで、それで30分とか1時間とかロスクすることが、ちょいちょいありました。あと電子レンジ、あるとですね、便利ですね。最近冷凍食品とかいっぱい、コンビニとか豊富なんで、夕ご飯とか食べるとき、これが部屋にあると全然違いますね。ということで、朝ごはん向かおうと思います。では行きます。では、一晩ありがとうございました。ということで、朝食へ向かいます。朝食券忘れると痛い目合いますね。忘れないように。おはようございます。もうチェックアウトお願いします。朝ごはんおはようございます。あ、すいません。はい、お願いします。消毒とね、また手袋の方お願いいたしますね。あ、すいません。
こちらドーナツをいただきました。グフフドーナツというものらしいです。これがとても美味しかったんです。日中のカフェで用意されてるみたいですね。ドリンクをいただきに行きました。すいません、飲み物とかいただいてもいいですか？あ、大丈夫です。朝はオレンジジュースです。他にもスムージーとかあったみたいです。パン、ご飯のおかずなど種類は豊富でした。今回はパンをいただきました。ご飯もご当地メニューなどがあったみたいです。ということでプレートができたので取りに行きました。パンも3種類あったので3種類いただきました。プレートはこのようにバランスが取れていてとても美味しかったです。野菜もかなり豊富な感じですね。いただきます。ということで最初に食べたパンはフレンチトーストでした。これが美味しかったんです。全体的に野菜の取れるおかずといった感じでしょうか。サラダもたっぷり取れました。ごちそうさまでした。ということでこのまま仕事へ向かいました。すいません、どこに置いとけばいいですか？すいません、ごめんなさい、ございません。はい、ありがとうございました。お気をつけて。ご視聴ありがとうございました。もし少しでも気に入っていただけましたら、高評価、チャンネル登録お願いいたします。励みになります。